その田村は、かつて、兵庫県の斉藤團川部郡に属していた村。現在の天ヶ崎市北東部にあたる。村の中央を、旧有馬街道が縦断する。村役場などの公共施設は主に現在の職満一丁目付近に置かれていた。村域は、現在の地図で言えば、天ヶ崎市の名神高速道路以北、JR 福知山線伊東の部分に、 東塚口町と南塚口町ととのうち町を加えたものにほぼ相当する。現在でも天ヶ崎市の定める地域区分において旧村域はほぼそのまま園田地区と呼ばれており村役場のあった場所には天ヶ崎市役所園田支所が置かれている。昭和戦前期に東部に阪急神戸線の園田駅が設置されたため天ヶ崎市へ編入されて以降は 駅付近が発展し、その周辺を漠然と、園田と呼ぶことが多くなったが、市所付近の旧街道沿いには園田小学校、園田中学校、園田公民館などの公共施設、JA 兵庫六甲園田や、アプロ食品館園田店などの施設も残っており、村の中心部だった頃の名残を留めている。国鉄福知山線が西部を縦断、塚口駅が置かれた。また、 阪急神戸本線が村域を横断。東部には後に、その大器が設置された。伊丹荒木軍機、伊丹市立博物館像、有岡城の戦いの際の武将配地図。中央やや下あたりに、職万の文字が見える。ありがとうございます。